完全地上波の CM、AC の CM が流れていた。既存スポンサーが降りた可能性が高い模様。3日にテレビ朝日で放送されたサッカー日本代表のアジア杯準々決勝イラン戦の生中継で、試合前とハーフタイムに AC ジャパンの公共広告が流れた。スポンサーが CM を自粛した時など、空き枠を埋めるために使われる AC ジャパン。日本代表は性加害疑惑報道があった伊藤純也30がチームを離脱しており、その影響があったとみられる。テレビ朝日は取材に個別のスポンサーとの取引はお答えしておりませんと回答した。スポンサーはそう対応するだろうな。伊藤も告訴してて伊藤が被害者かもしれない。現段階でこんな対応するのは悪手。推定無罪の原則はどうなった？何気に AC の CM そんな仕組みだったの初めて知った。何がきっかけで炎上するかわからない世の中だと、リスクを考えるスポンサーからしたら AC 差し替えは責めることはできない。高額放映権をなんとか買ったのに AC ジャパン。その上敗退じゃますます大金払っての中継に及び腰になっちゃうな。まあ、今回の件が真実だろうと虚偽だろうと今後一切新潮の雑誌を買うことはないだろう。てか、週刊誌って話題にはなるけど本買う人そんないるの？もっと別の方法で金稼ぎなよ。スポンサー、批判されるのは伊藤のせいじゃなくて自分たちの判断のせいだということを忘れないように。ホットな話題から現地の声まで、他とは違った視点で情報発信中です。ぜひチェックしてね。